今日の県内は高気圧に覆われ強い日差しが降り注ぎ、静岡市などで最高気温が34度を超えました。この後も熱中症への注意が必要です。静岡市の安倍川河川敷では子どもたちが気持ちよさそうに水遊びに興じていました。県内各地の今日の最高気温は静岡市駿河区で 34.6 度、静岡市清水区と浜松市天竜区の佐久間で 34.1 度、熱海市網代で 33.6 度を記録し、県内18の観測地点のうち17地点で真夏日となりました。暑いですね。やっぱりもう倒れるんじゃないかっていう感じしてますね。県内は各地で今夜も最低気温が25度以上の熱帯夜になる見込みです。夜でも熱中症の危険性は残るため、水分をこまめに補給するなどの十分な対策が求められます。